はい、今日はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいたお車をご紹介させていただきたいと思います。紹介するのはガックンこと高橋くん、はい、紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、紹介する車がレクサス LX LX、はい、なんかもういつもと違う雰囲気が、はい、これは今回どんな内容のカスタマでしょうか。一応バルドの、はい、キットをフルで、フルフルで、はい、組んだ感じですね。まあ、要はフロントサイドリア、はい、そうです。あとそしてさらにワイドボディになってるっていう、ホイールとマフラーもバルド。はい、あ、なるほど、はい。じゃあもうバルドのコンプリートカーみたいな、ね、そんなノリで、はい、はい、はい。で前から見ていくと、ここが、そうです、バルドのエアロパーツの、はい。このメッキもバルドの。そうです。あ、そうなんだ。なんか社外エアロでメッキってなんかちょっと斬新だね。そうですね。ちょっと純正っぽいっていうか。なるほど。これが TRD なんです。あ、そうなの？このグリル？あ、そうなんだ。で、普通つかないんですよ、これ。というと？ここが TRD のってなんかすごいこう、グワーって出てて、うん、基本純正グリル用なんですよ、ここのカットが。ああ、なるほどね、なるほどね、なるほどね。だからちょっとボンドボディに無理を言って、あ、 TRD のグリルつけちゃうとバルドのバンパーが普通はつかない。つかないです、つかないです、はい。でここをじゃあごっそり加工してるってこと？いや、このグリルの枠、はい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 、こう分かれてるじゃないですか、はい、下側が純正で、はい、こっちが TRD で、あ、ちょっと2個一致合体してるんだ。合体して、で純正ってここがこう切れてるんですよ、はい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 。でここを作ってもらってもう加工した感が一切ない、はい、変態です。じゃあもう知ってる人が見たらどうなってんのっていう。そうですね、はい、ちょっと特にバルドの人が見たらどうなってんのっていうなるかもしれないですね。ああ、なるほど。そしてなんかこういうちゃんとモールが入ってるのはさすがなんかバルドっていう、はい、バルドって国産のエアロメーカーなんで、はい、そうですね、なんかちょっとこういうところの丁寧な仕事はやっぱり純正のエアロパーツとかってこういうモール結構入ってる、なんかちょっと純正っぽい感じが、はい、トリセツとかもモデリスタとかみたいな感じで。あ、そうなんだ。ついてます、ね、やっぱりそこはメイドインジャパンのちょっと丁寧さが。そうですね、はい。ちょっとかなりアグレッシブなデザインですけど、ちょっと随所にメッキが使われてたりとか、はい、そんなバンパーです。そしてサイドに行くとこのオーバーフェンダーももうバルド、バルド、はい、はい、30ミリぐらいワイドになってるでしょうか。30ミリぐらいですね、はい、片側。なんかちょっと SUV らしからぬちょっとエッジの効いたこの辺とかシューインっていう。でちゃんとここもメッキのパーツが使われてたりとか。そうです、はい、やっぱりレクサスいろんなところメッキなんで多分それに合わせてやってあるんじゃないでしょうか、はい。そして足元がかなりこだわってる感じですけど、足元はバルドの、はい、ジャレットっていうホイール24インチ、はい、これすごいね。このワイドボディ用に作られたあ、そうなんだ。なんですよね。じゃあスペーサーとかなしですね。でもなんかこれが余裕で入っちゃってる感が、はい、すごいです。そしてなんとその奥のブレーキはキャリパーも、はい、プラッティングシルバーペイント、ロゴはレクサスを黒で入れてます。なるほど。でこれは車高は下げたの？あ、車高も下げてます。あ、そうなんだ。エアサスコントローラー入れて、で純正の機能を生かしたままローダウンしてる、はい、そうです。で横に行くとそう、これも、はい、あ、リアのこのフェンダーも、はい、フロントに習った形で、はい、ちょっとダクトっぽいですけどダクトにはなってない、はい、オーバーフェンダーがついて、でここもちょっと違うんですよ。え？バルドのエアロってこれ、はい、この純正のメッキがついてないやつ用なんでお客さんこのメッキ残したい、あ、そうなんだ、っていうんでこのフェンダーをちょっとこのメッキにかぶせるように、はい、これもボンドボディでちょっと無理を言って作ってもらいましたもうなんかこう全体的にこう純正前としてこうまとまりよく仕上がってるけど随所に加工がそうなんです散りばめられてて、はい、職人さんからしたら勘弁してくれっていう、 そうですね、はい、車に仕上がってるという、はい、だ良い子の皆さんはこの
ボールがついてる車に、はい、バルドをつけるのは、はい、やめましょうっていう、はい、めちゃめちゃ苦労しますっていう、はい、でマフラーもなんと今回マフラーもバルドのマフラー、はい、ちょっと派手ですけど車検対応です。あ、そうなんだ。そうです。なんかさすがだね、もう安定感安心感が、はい、さすがメイドインジャパンバルドさんのパーツです。え、じゃあもしかしてホイールとかも全部多分大丈夫、ちょっと測ってないですけど、うん、でも若干こう構造変更もしてるんで。あ、そうなんだ。あのこのまんまディーラーさんにもうフル公認入れてもらってます、すごい。シャーバの変更をしてるみたいです、はい、そしてリアはリアもこの部分。あ、なるほど。がゴストリ交換でバルドのパーツになってます。そうです、はい、でリアはちょっとディフューザー形状でレーシーさも出しつつ、ちょっとなんかマフラーカッターを思わせるような、はい、ちょっとメッキ使いで、はい、でこの辺ももしかしてそうかな。これもそうですね。あ、この羽も。こっちは純正ですけど。あ、こっちは純正で。でもなんか造形が割とこう本当に純正に馴染んでるんで、あんまり取ってつけた感が、はい、ないく、うまいこと仕上がってるんじゃないでしょうか。あとテールとリフレクターをちょっとスモークに。あー、なるほど。そこはちょっとボンド定番のカスタマイズも、はいはい、プラスアルファで入れつつ、はい、やってあると、はい、ちょっと化粧板がせっかくかっこいい車なのに、はい、あれってなっちゃった、はい、外装はこんな感じで、はい、こんな感じです。エアサス純正だと車高投げ下げってできない。いや、できるんですけど幅が、いやいや、上がっちゃうんですよね、シューって。あのそのままで走れない。あ、そうなんだ、はい、ちょっとじゃあなんかエアサスコントローラーでなんか純正でできない動きができるみたいなので、ちょっとその辺をガクに解説してもらいたいと思います、はい、一応コントローラーはどこにでもつけられるんですけど、このここにつけるのが結構、あ、めちゃくちゃスッキリしてるね。そして純正でも一応上げ下げの機能はついてるんですけど、なんか下げっぱなしで走ることはできないみたいなんで。そうなんですよ。そこをなんと四輪独立で一応、はい、数値が設定できるんで、はい、ただもうリアはこれ結構マックス下がってるような、はい、あ、この状態で、なるほど。だからまあこれで車高が2パターンメモリーできて、あとベタベタと走行モードとみたいな、あとノーマル、なるほど、任意の設定にできる、はい、ノーマルにすると車高上がって、でこっちのノーマルのボタンとかも全部復帰するような感じ。ああ、そうなんだ。エアサスコントローラーで下げてるときはこっちは使えないんですよ。はい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 、なるほど。じゃあもうローダウンしたまま走りたいっていう方は、はい、そうですね、このエアサスコントローラーをつければバッチリそんなこともできちゃうと、はい、ちなみにドア閉めないと車高が変わらないです。さすが、その辺は純正機能を生かしたまま、はい、コントロールするエアサスコントローラーなんじゃないでしょうか、はい、ちょっとそしたらマフラーの音も聞いてみたいと思います。ちょっと車検対応なんですけど結構迫力の音がするみたいなんでお願いします。でマフラー車検対応って言っても車検の合格を保証するものではないんで、あくまで加速音って言って、その今車検の基準に必要な、まあ、試験を受けて、まあ、その登録もされているマフラーですよということになります。はい、というわけで今回はボンドショップ裏でカスタマイズさせていただいた LX570 バルド、はい、もうコンプリートになってるやつをご紹介させていただきました、はい、もうレクサス、まあ、LS とかLX ボンドショップ独立をしてますんで、カスタムのご相談もぜひぜひ、ボンドショップ裏までよろしくお願いします、ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。